空港レイアウトしたは、拡張地区シンガポールチャンギ国際空港は、シンガポールの国際空港、また、東南アジアにおける、有数のハブ空港でもある。チャンギ国際空港、シンガポールチャンギ空港、チャンギ空港とも、シンガポールの商業的な中心地の 20km 北東に、位置する。チャンギエアポートグループが運営しており、シンガポール航空、シンガポール航空カーゴ、 シルクエアー、スクート、タイガーエア、ジェットスター、アジア航空の拠点空港である。2021年3月現在、100以上の航空会社が週あたり6100便を運航し、200都市、60カ国以上に就航している。カンタス航空が準拠点空港として利用している。これはヨーロッパとオーストラリアやニュージーランドを結ぶカンガルールートの一環として、 両地域間を移動中の旅客の多くがこの空港を経由するためである。また、人口約550万人の都市国家シンガポールにとって2万8000人以上の雇用を創出しているシンガポールチャンギ国際空港はシンガポールの経済とは切り離せない関係である。1981年の開業から高い評価を受けており390以上の賞を 受賞してきた。シンガポールの空港は、セレター空港、カラン空港、タヤレバー空港、チャンギ空港と移り変わってきた。タヤレバー空港は滑走路一本で、旅客ターミナルも小さい空港だった。そのため、世界の航空需要が増えるに従って、次第に手狭になってきた。1930年代では、年間30万人だった。 旅客数が1955年では170万人に達し、1975年には400万人にも上った。この問題の解決にあたって、シンガポール政府には、パヤレバー空港の拡張、または別の場所への新設の2案があった。ブリティッシュアビエーションコンサルタントの勧めもあり、1972年に、パヤレバー空港の拡張を決めた。 この拡張計画は滑走路を一本増やし、旅客ターミナルを再開発することだった。しかし、この計画は1973年のオイルショックによって見直されることとなる。パヤレバー空港周辺の土地は、将来的に都市化が期待できるとして、1975年にシンガポール島の最東端、チャンギのチャンギ空軍基地のある場所に、 民間空港を建設することに決定された。この空港建設は、都市国家シンガポールの歴史を通して、最大級の建設プロジェクトであった。パヤレバー空港は、その後軍用となり、パヤレバー空軍基地として強用されている。戦前には、イギリス陸軍の中屯地があった。第二次世界大戦中の百四十二年、日本軍がシンガポールを占領すると大日本。 帝国海軍航空隊の基地となり、滑走路が建設された。戦後から1968年までは、イギリス空軍基地、シンガポール独立後は、シンガポール空軍基地であった。チャンギ空軍基地は海に面した場所にあり、埋め立てにより容易に拡張できること、航空機が住宅街上空を通過せず、騒音問題や重大な事故を避けることができるという利点があった。 1975年6月に、PSA の長官だったハウユンちゃんが指揮を取り、52平方キロメートルの聖地、埋め立てが開始された。1981年、ターミナル1が開業し、民間空港としての第一歩を歩,を歩み始めた。2017年には、ターミナル4が開業し、旅客処理能力が年間8200万人に拡大した。 2019年4月には、空港ターミナル4棟のうち3棟を結ぶ大型、複合施設、ジュエル・チャンギエアポートがオープンした。ターミナル3、ターミナル4、複合施設、ジュエル・チャンギ空港は、2本の平行滑走路を持っており、いずれの滑走路も幅60メートル、長さ4000メートルである。例に L-20R は、チャンギ空港が完成した1981年に、 完成し、何段階かに分けて建設されていた空港設備の中でも一番初期に建設された。02C-20C は第2期工事で埋め立て地の上に建設された。この滑走路は 02L-20R から 1.6km 離れている。各滑走路は、軽機着陸装置のカテゴリー I からカテゴリー 3B まで対応しており、 悪天候でも安全に着陸できるようになっている。2004年に既存の滑走路に並行した新しい滑走路が 02C、02 20C の 1.8km 東に建設されたが、現在はシンガポール空軍が使用している。なお発着機は必ずマレーシア領空を低空で通過するため、シンガポールはマレーシアに対して領空使用料を支払っている。 ターミナル1、2、3は出発と到着が同じフロアを利用する構造になっており、到着後に飲食店や免税店や喫煙所に寄れるため、乗り継ぎや旅客機登場時の保安検査は出国前ではなく出国審査後に各搭乗ロビーへ入る前に実施する形式になっている。2019年4月ターミナル1、2、3を連結する位置に ジュエルと呼ばれる複合施設が開業した。世界最大級の屋内滝や植物園、商業施設で構成される。ターミナル1 9 8 1年7月1日、開業ゲート数29主に日本航空などワンワールドに加盟する航空会社が発着する。同じ航空連合に加盟する航空会社の空港ラウンジや、 航空会社や利用クラスに関わらず有料で利用できる空港ラウンジ等も設けられている。ターミナル2991年6月1日、開業ゲート数35主にシンガポール航空の金、中距離船や子会社のシルクエアー、スクートが発着する。ANA をはじめとするスターアライアンス加盟の航空会社の利用も多い。 ターミナル32008年1月9日、開業ゲート数28主に、シンガポール航空の日本路線を含む東アジア便、各国航空会社の南アジア便、欧州、北米、オセアニア方面の長距離便が発着する。ターミナル42017年10月31日、開業ゲート数21ターミナル2からシンガポールに入国してから、 無料シャトルバスで移動できる。ターミナル4位は、2013年に、竹中公務店などが建設を開始し、2016年12月に、完成、2017年10月31日に、開業した。21カ所の搭乗ゲートが設置され、そのうち17カ所が小型機向けである。格安航空会社向けの設備も併設される。チェックイン、出入国審査。 搭乗ゲートなどを自動化、セルフサービス化による効率的な旅客対応や素早い航空機のターンアラウンドが可能となるほか、飲食店や小売店なども充実させる計画である。ターミナル5空港を東側に拡張し、2025年頃の開業を予定している。年間最大で1億5000万人の利用ができる。 MRT のトムソニーストコースト線、MRT クロスアイランド線の駅が併設される予定である。j d ー,ー CIP ターミナル j d ー,ー CIP ターミナルはプライベートラウンジでターミナル2の隣にある。プライベートチェックインから出入国検査まで一貫して行われる。このようなターミナルはフランクフルト空港の ルフトハンザファーストクラスターミナルに次いで世界で2番目に設置されたが、ルフトハンザファーストクラスターミナルとは異なり、利用クラスは限定されず、さらには航空会社を問わず利用できる。VIP コンプレックス国品用のプライベートラウンジで外務省が管轄する。ジェ JDK CIP ターミナルと同様のサービスが提供されている。 エアバス A380 の運行シンガポールチャンギ国際空港を拠点とするシンガポール航空がエアバス A380 の世界初運航を2007年10月に決定したことからシンガポール民間航空庁は6000万シンガポールドールをかけ既存のターミナル1-2の拡張工事を行うことを決めたそれまで空港に乗り入れていた ボーイング747から400よりも登場人数が多いため、待合室の拡張や、ボーディングブリッジの増設、荷物搬入のコンベアを、通常の70メートルから90メートルへ、延長するなどの拡張を施した。2005年8月16日に11箇所の、専用登場ゲートが完成し、2008年1月9日には、ターミナル3に、 さらに8カ所の専用搭乗ゲートが完成した。2007年にエアバス A380 がシンガポールからシドニーに向けて初運行してから2013年までに2万フライト以上を受け入れてきた。1週間に200フライト以上、6航空会社が13都市を結ぶ2013年現在では世界で最も多くエアバス A380 が発着する空港と なっている。また、2013年春には、ブリティッシュエアウェイズが、ロンドン、ヒースローシンガポール間のフライトを予定している。グランドハンドリンググランドハンドリングは、シンガポールエアポートターミナルサービス、チャンギインターナショナルエアポートサービス、スイスポートの3社で受け持っている。シンガポールエアポートターミナルサービスは、シンガポール航空の子会社で、約80%のシェアを握っている。 チャンギインターナショナルエアポートサービスは5社のみ受け持っている。航空機メンテナンスチャンギ空港にはハンガーが5棟設けられている。この中の一つは面積が2万平方メートルあり、1981年開港当時、世界最大であったハンガーである。メンテナンスはシーアエンジニアリングカンパニーと ST アビエーションサービスカンパニーの2社が行っている。 トランジットツアーチャンギ国際空港での乗り継ぎ時間が長い旅客向けにシンガポールの街並みを観光バスで巡るトランジットツアーが英語のガイド添乗員付きで無料で実施されている。なおトランジットツアーはシンガポールに入国するが受付は制限エリアのみで募集している。シンガポールの入国カードにあらかじめ記入する必要があるほか参加にはパスポート。 乗り継ぎに必要な時間が確保された第三国域航空券、シンガポール査証が必要である。ターミナル1のゲート号シンガポールチャンギ国際空港は、乗り継ぎ客を重視しており、空港を利用者に快適な空間へと作り変えてきた。開港当時の1981年には、着陸量や中期量などの航空関係収益が約6割を占めていたが、2009年には、 店舗賃貸や営業許可料などの航空関係外収益が5割を超えるようになった。また、この航空関係外収益の増大によって着陸量や中期量などを下げてきたことが一大ハブ空港へと成長してきた大きな要因にもなっている。シンガポールチャンギ国際空港はすべての航空便が国際便であり、 すべての空港ターミナルビルに出入国管理の設備が整えられ、乗り継ぎ客を重視している。2003年の重症急性呼吸器症候群による旅客数の落ち込みが回復してからは、順調に旅客数が増えている。また、2007年の世界金融危機によって、旅客数の増加が鈍化、あるいは減少したが、シンガポールの火事の開業や、 東南アジア諸国連合の航空自由化によって、2011年には4650万人を突破した。バジェットターミナル開業以降、格安航空会社市場は急速に拡大している。開業した2006年4月には、空港全体の9.6%の発着数だったが、半年後の10月には11.3%となり、 この6ヶ月間の利用者は65万7000人に上った。また、2006年12月には利用者累計100万人を達成している。2010年時点でシンガポールの最大の格安航空会社市場はインドネシアで旅客数は約500万人であった。航空貨物部門はチャンギエアポートグループが空港北側に位置する。 チャンギ航空貨物センターで管理している。47ヘクタールあるチャンギ航空貨物センターはその全てが自由、貿易地区となっている。旧棟の航空貨物ターミナルがあり、5カ所のカーゴエージェントビルには約200社の国際貨物会社が事務所を置いている。 2011年には1865,252トンの貨物を扱い、2010年に比べて2.8%増加している。これは世界で7位、アジアで5位の取扱い量である。旅客数貨物取扱量発着数チャンギ空港スカイトレイン空港は地上交通とともに都市計画されており、空港に接続している。 高速道路であるイーストコースとパークウェイも空港完成に合わせて建設された。イーストコースとパークウェイはチャンギ空港からシンガポール中心部までの 20km をつないでいる。ターミナル1、2、3は近接しており、旅行者は徒歩もしくは無料のチャンギ空港スカイトレインで行き来できる。スカイトレインは2006年から2007年にかけて更新され、 故障が多かった、ボンバルディア製車両から、三菱重工製のクリスタルムーバーに置き換えられ、ターミナル3とも接続された。チャンギ空港スカイトレインは、ターミナル1、2、3を計7駅で結んでいる。編成は、出入国手続き前の旅客が乗れる車両と、出入国手続き後の旅客が乗れる車両に分かれている。 1990年代にターミナル1、2を結ぶために作られ、車両はボンバルディアイノビアアップム100が使われていた。2006年に三菱重工製のクリスタルムーバーに置き換えられ、2007年にターミナル3と接続された。料金は無料で5時30分から2時30分まで運行している。ターミナル4まではターミナル2との間に、 無料シャトルバスが運行されている。鉄道チャンギエアポート駅の入り口マスラピッドトランジットのチャンギエアポート駅がある。駅はターミナル2と3の中間にあたりの地下にあり、ターミナルから直接行くことができる。チャンギエアポート駅は東西線のチャンギエアポート支線として開設された。2002年2月8日の完成当時は空港から 市内中心部や島の西側までの直通電車を運行していたが、空港からの利用者よりも、本線の利用者の方が多かったため、2003年7月22日からは、本線と市線が合流する棚村駅とチャンギ、エアポート駅とを結ぶよう改められた。このため、空港から都心部まで行くためには、棚村駅で乗り換えが必要である。 路線バス路線バスは MRT が開通するまでは利用客や空港の労働者にとって主な交通手段だった。路線バスは SBS トランジットとスマートバスによって運行され各ターミナルの地下にあるバスターミナルより発着する。タクシータクシー乗り場はすべての空港ターミナルビルの到着ホールにある。ウィキトラベルには シンガポールチャンギ国際空港に関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。